はい皆さんおはようございます。ますえー、ゴールデンウィーク道場、えー、合格レスキューニ、えーゼロ一九労働科目編です。えー、今回は第一回目ということで、えー、労働基準法から見てまいりたいと思います。えー、例年ですねこの季節になりますと、えー、合格レスキューということで、えー、まあ合格講座の方は一通りまああのインプット講座が ま若干残ってますけどね、えー、終わりまして、えー、いよいよ今月末には第1回目の模試ということで、まあ、レックでは、えー、もし結構早めにスタートというような形をとっておりますので、えー、もうこれからいきなりねもう本番同様の試験で一気に入っていただかないといけないことになるんですけれども、まあ、何でも前倒し前倒しでねやるに越したことはないかなというふうにレックで思っておりますのでちょっとスケジュールが他校さんより1か月ぐらい早いというような感じですね。えー、ですから、えー、第3回 1回目の模試のをもを本試験当日と思って仕上げていくと残り1ヶ月間はもう定着に、ね、時間を費やすというような形で進めていこうというのが大体の申し合わせ事項という感じです。でまさに今日はゴールデンウィークということなんですけれども一とりインプットが終わりつつある中基本となるです、ね、使用6科目についての基本事項ですねここを確認をしていきたいというふうに思います。えーまあ、昨年の本試験においてはですねあの まあ多分国会の問題があったからだろうと思うんですけど、えー、改正法がもう全然出てないというような形だったんですね、えー。今年はさすがにですね、もう改正法が相当出てくるんじゃないかというふうに思ってます。まあそういった中ですね、えー、本来だったら出題される。 安いところを先にですね仕上げておきたいところなんですけれどもそればっかりで本試験成り立つわけじゃありませんからここはあの基本に戻ってですねベーシックなところを出題された場合確実に取りたいところですねあるいはもう例年出題されてもおかしくないところをピックアップしてテキストの方を作っておりますこちらのテキストの方なんですけれども概ねですね労働基準法それから労災保険雇用保険ですねこの 3冊を、まあ、この1冊に集約をしている感じなんですけれどもいつも私の頭の中でイメージあるのはテキストの大体3分の1ぐらいに圧縮をするというような、ねえー、形でございます、まあ、昨年もこのテキストの中から100箇所を超える箇所を出題されておりましたので今年もですねこの中からやっぱり相当重要なところが、ね、出題されるかと思います。で、えー、まああの 特にあのの初学者の方はですね、まあ、この時期になるといっぱいやらないといけないという課題はあるんだけどどこが重要かはからないというところがあると思うんで、まあ、これを手がかりにです、ね、重要事項はこんなところだというところを確認していただいてひたすら読み込む。 ととととかかかね書くいいいいいいうことをしてたただいたらいいかと思いますまたあの上級コースの方とか、えー、ゼミ生の方なんかについてはもう抑えるべきところは多分もう分かっているはずですのであとはもうこの段階からね一歩早めにもう定着入っていくというような形でね進めていってもらったらいいかと思います。でこれからまあ 1> 第1科目目ということで労働基準法、講義をしていくんですけどいかんせん、今年の労働基準法はもう半端じゃないボリュームなんですね、去年のテキストに比べて労協だけで14ページも増えてしまったというような形でございましてまあただ、あの今回の願目っていうのは基本事項を抑えるというところですのでそちらに集中をねしていきたいというふうに思います。ででででまままま今後ですねねねあああゼミ生のの方なんかは、ね、あの本講義の中で改正を下地を作っておいて、まあ、あらましでしたよ、ねあの 奨励とかかかが出てなかったからねで、まあ、今回奨励とかを入れた形で、えー、テキストを再構築をしておりますのでここでもう一度人、えー、まとめという形にしていただいて次の公開講座あたりで、えー、理解をして法改正でも確認定着という形で進めていただくと。で、えー、合格講座の方についてはもしかしたら上級の方ももしかしたらそうかもしれませんけれども、えー、講義の中で追いついてなかったところがですね労働法専攻でからやってますんで、えー 初めて見る部分もあるんじゃないかと思うんですけどそういったところなんかは、ね、注意深く押さえていただいて法改正講座なんかの時にはもう定着にね入れるようにしていただいたらいいかなというふうに思いますまあ、ということで時間限られておりますので節約モードでね、えー、進めていきたいというふうに思いますではまず労働基準法から、えー、見ていきたいと思います、えー、まず得点力アップの秘訣ということでまあ、例年これ申し上げていることなんですけれども 得点力アップの秘訣ということで労働基準法は労働条件の最低基準を定めたものであることを踏まえ得点力アップのためには次の3点を重視した学習が必要であると1番、条文上何をしてはいけないのかここをも読み取るということですねとにかく労働基準法で一番いけないのは勘定輸入です。 かわいそうだから、おかしいじゃないか。個人の見解、一切不要です。ということね。もしおかしいんだったら、もうとっくの昔誰か気づいてますんで。それ相応の事情があるということでね。素直に何をやってはいけないかということを抑えてください。で、問題一の正誤判断をすること。拡大解釈でのさ、正誤判断が厳禁ですと。それから重要通達ですね。これ一つでも多く覚えるということですね。まあ、特に今般ですね。法改正が行われておりまして。それに伴う通達がたくさん、あの、出てきているんですね。まあ、そういったような。 とところを踏ままええー、押さえていいいたただきたいなと思います、まあ、今般全部までは入れておりませんのでおいおいね、ねまず今回掲載している部分を集中して押さえていくという形で、ね、していいたただけたらと思います、えー、通達は法令運用のルールなので少々の疑義があっても素直に通達の趣旨を押さえましょうでそれから重要判例の点末を押さえてくださいということですね。 天末と、え判例の文章は難解な表現が用いられていることが多いが結局のところ争点となっている部分をどう解釈するのかが問われるわけなんですね法何条についてはこういう解釈をすべきであるということですねあるいは良いのか悪いのかという最終結論をね理解することが重要かというふうに思いますえこの3点を気をつけていただければ十分ね得点には絡めてくるだろうというふうに思いますはい はい、それでは総則部分なんですけど先ほど申し上げましたように、えー、こちらについてはですね、えー、何をやってはいけないか,とかを中心に、えー、見ていっていただきたいと思います。はい でまあ、こちらに重要なところにつきましては、えー、例えばこの大きめの、ね、ゴシックで、えー、ちょっと強弱つけておりますのでこういったところをしっかりと押、ね、さえていく努めなければならないとかねいうところを押ささえてていいってください例えば均等待遇の3条なんかにおいてはこの差別的取り扱いをしてはいけないということなんですよね、これがやってはいけないところつまり動詞なんですよ、取り扱うことそのものがアウトということですよね。 まあそういう形でねえこれらは見ていってください、もう一時例ということでね、はいで。平均賃金がありまして8ページのところですけれども平均賃金の算定から除外される期間賃金、もう皆さん覚えていらっしゃいますかね、えこれらはもう制限列挙ということで確実にね抑えていってくださいね。はい、ではえ講義の方では労働契約から見ていきたいと思います。 まず契約期間、有期、えー、労働契約について、えー、一定の制限がかかっているわけですね、まあ、期間の定めのないものについては特に問題はないわけですけれども期間の定めをする場合労働契約は3年を超える期間について締結してはならないと締結することがアウトということですね締結してはならないとただし例外があります次の1から3の労働契約は3年を超える期間について締結することが可能となると。 例えば一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約ですね有機的事業の場合ということですね、まあ、今あの東京の方では国立競技場ね、えー、建設されておりますけれども例えばああいう建設現場で、えー、現場の施工図書きとかでね技師を契約をするといったような場合、えー、例えばそれが5年かかるといったら5年でも構わないということですね6年かかるんだったら6年でも構わないよということですね。 はい、それから、えー、これはまあちょっとマイナー規定ですけど法70条の認定職業訓練を受ける労働者との間に締結される労働契約ということで、えー、こちらの70条に書いてある認定職業訓練っていうのはあの都道府県知事のね認定を受けて行う方の方ですね厚生労働大臣の方ではありません、はい、えー、そして A ・ B に該当する労働契約については上限は5年となりますよということなんですけれどもまあ、こちら皆さんも記憶、えー の中とどめておられると思いますが高度の専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約ですね。で条件は単に高度の専門的知識等を有する労働者として契約をするだけで5年には、えー、持っていくことはできないわけですね。それらの高度の専門的知識等を必要とする業務につく場合に限って業務につく場合に限って、えー、上限5年ということができるということですね。 まあこの高度の専門的知識等につきましては、えー、厚生労働省で、ねえー、具体的な職務が、えー、列挙されているわけですけれども、まあ、その中でも一部のものについては、ねえー、年収要件1075万円以上というようなものがありますよということでしたよね。それから60歳以上の労働者との間に締結される労働契約ですね。 こちらについては条件は労働契約締結時に満60歳以上である方でなければならないということですね。契約締結時に60歳以上ということです。 まあこの方については、えー、もしも3年ということになるとね、60歳で定年を迎えましたよと、じゃあ、えー、このまんま、えー、再雇用しますけれども、3年間ですよということになると、次、63歳になった時に、もう一度、えー、仕事をしたいなといった時に、ここで新しい仕事を見つける大変な労力が出てくるかと思いますね。もううここの際5年ということいです。はい えそれからその下なんですけれども有期労働契約の締結更新雇い止めに関する基準ですけれどもはいこちらもね引き続き出題可能性の高いところというふうに思いますえ24年からは出てないのかななおのことですね一番トラブルの多い部分ですからねまず雇い止めの予告ということで突然ねえ契約更新しませんよなんて言われちゃうと次の仕事を見つけたりだとかねえすることができなかったり 経済的に困窮するということになりますので予告が必要なんだと使用者は期間の定めのある労働契約を更新しないこととしようとする場合には少なくとも当該契約期間の満了する日の30日前までに予告をしなければならないということですね。30日前まででの予告とということですなお この予告についてはすべての方が対象になるわけではないということですね当該契約をここは大事なところ、ね、3回以上更新しまたはというところもうこれはもう勝つになってないことをねちゃんとチェックすることね本試験ではチェックですからね本試験で考えたらだめチェックをするということ。 または雇い入れの日から帰算して1年を超えて継続勤務しているものにかかるものに限りあらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除くということですしたがってこの「または」という日本語から何が言えるのかっていうと1年超えてない人でも予告が必要となる場合が出てくるということであったりいや私は2回しか更新してないんですけどという人でも1年を超えていれば予告が必要になるということですねこれはまたは」の法的効果ということになります。 え続きまして雇い止め理由の明示についてです。えー、これは A パターン、B パターンとあるわけですがどちらも言っていることは一緒なんですその方が雇い止めの理由をえ証明書を請求したときがあの在職中なのかやめたあとなのかのタイミングの違いだけです。えー、上記 ① の場合において 使用者は労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、期待なくこれを交付しなければならないということですね。ですからこ、こ日本語でお分かりのとおり、更新しないと言ってますので、この方はまだ会社におられるわけですね、更新しないと言われまして、その場でもいいし、えー、1週間ぐらいたった段階でですね更新しないということで、えー理由つく、証明書を作ってもらえませんかということですよね。次の再就職 2歳し必要と思われますのでお願いしますという形ですねで B が期間の定めのある労働契約が更新されなかった場合においてということで結局現実として更新されていないわけですねですからその後ですね更新しなかった理由について証明書を請求した時は辞退なくこれを交付しなければならないということです で、最後が契約期間についての配慮ということなんですけれども、まあ、契約期間についてはですね、3年超えちゃいけないよなんて言いつつですね、その反面、ですね、契約更新をする場合ですね、当該契約の実態および当該労働者の希望に応じて契約期間をできる限り長くするよう努めなければならないという規定が置かれているということですね。 まあもちろんこれで3年を超えたりとか、ねえー、一定の場合だったら5年を超えることはもちろんできないわけなんですけれどもこちらもすべての方が対象というわけではないと当該契約を1回以上更新しかつなんですね、今度はね、かつになりますと雇い入れの日から期算して1年をけ超えて継続勤務しているものにかかるものに限るということですねですからこちらは必ず1年を超えているということその会社の1年の状況を、ねえー、つぶさに見てきた人じゃないとこれは対象にならないということですね。 で次に労働条件の明示も有名な法15条ということなんですけれども、えー、これは、えー、一体言わないだとかねそういうトラブル回避のためにですね、えー、労働条件を、えー、明示をするそれも一定のものについては書面の交付によるだということがね義務付けられているわけなんですね。まず明示すべき時期ですが労働契約のの締結の際とということですね入,ったあの入社した後ではもう手遅れですからね。 場合によってはあの有機契約者の方だったら契約更新が行われる場合があるかと思うんですがその場合も含むということですね。 で明示事項については絶対的明示事項これは必ず明示しないといけない事項ですねそれから相対的明示事項に分かれるわけですけれども相対的明示事項は定めがある場合には必ず明示をせよというものですね。逆に例えば有名なものとして退職手当があるわけですが退職手当が当社にありませんといったら別に何も言う必要はないということですねあれば必ず明示ということになります。で次ののページにその絶対的明示事項等を それから相対的名字項があるわけですがまず絶対的名字項を見ると丸1からままでありますで。このうち丸3と丸4の間では線が入りまして私今仕切っているんですけれども区別しているんですけどこれはどういうことかっていうと丸4、丸5、丸6については、えー、就業規則の絶対的必要記載事項と被るものなんですね同じものということですねえですから就業規則の方は3つなんですね絶対的必要記載事項がですね それに対して各個々人との間の、えー、この労働契約ということですからもう少しバリエーションが増えてくるわけですねこちらはで労働契約の期間に関する事項がありまして、えー、やはり注意しておきたいのは2番ということになります期間の定めのある労働契約を更新する場合のここは基準です基準に関する事項ですね、えー、従ってこれ 基準ですからはっきりと目に見える形にしてもらわないと困るということですね会社が必要と認めた場合は更新する場合があるこんなものはもう今の時代全く通用しませんよということですねその必要と認めるっていうのがどこなのかっていうそこが基準として必要なわけなんですよねそれがなかったらもうだめですよということですねでまあ就業の場所充実すべき業務等があるよということですねでここではまあ昇給のところ丸をしておいていただきまして 明示の方法ですね。え、まず絶対的明示事項について。 労働者に対対すする絶対的明示事項昇給を除きますとこれはちょっとなじまないんですよね、その時その時になってきますからね、が明らかとなる書面の交付とするんだということです。ただし今般、ですね、えー、改正が行われまして、ただし当該労働者が当該事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には当該方法とすることができるということで、丸、え、一、ー、番については、ですね、まあ、我が国ではまだファックスが多い。 たくさん使われていいるととううことでしょうねファクシミリを利用して送信する方法ということがまず1つありますよということねでも、えー、丸2番がもうほとんどじゃないかと思うんですけどねもうファックスは本当に必要最低限の仕様じゃないかと思うんで電子メール等の送信の方法ですね、えー、ただしですね今晩は、えー、そ,その中身まで突っ込んで、あのー、問われることはないと思うんですけれども、あのー。 細かいことを言うといろいろあるわけなんですよね。あの携帯電話の中でも SMS だったら印刷できないからだめだとかね添付がつけられないからだめだとかあるんですけどそこまではいいと思うんです、えー、ここではね当該労働者が当該電子メールとの記録を出力することにより書面を作成することができるものに限るとここの部分ですね書面を作成することができるものに限るというところは覚えておいてください。要するにこれはね 基本的にに書面よよる交付が大原則なんですよねそれを電子メールでということになるんですがデータ消えちゃったらおしまいだとかあるいはその送信方法によっては一定期間たったらもう見ることができないとか消滅させられるとかいうものはこれはちょっと合わないということなんですねもしそういったもんだったら必ずね印刷できる方式じゃないといけませんよというようなことですね。こ、はいまあ、きつとといいうでですすねなお昇給にに関する事項や相対的名事項項や的ては口頭で やっても構わないということですね。え、それから、ポイント、次のページの、これは十二ページですかね、ポイントの一つ目なんですけれども。え、今回改正でね、え、これは規則の改正なんですが。 使用者は、法15条1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件を事実と異なるものとしてはならないということですね、まあ、当然のことということですねもしこれが事実と異なっていたら労働者にはある権利がありましたどういうことでしょうか即時に解除することができると。 要するに、えー、法15条2項に何て書いてあるかというと全条の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、えー、労働者は即時に労働契約を解除することができますという規定がありましたよね。すなわち民法の考え方からいけば通常、契約というのは即時解除はできないんですねまず是正の申し入れを行いその上で治らない場合解除ということですが必要もう最低限のところが守られていないということで即時解除を認めているということですね。 それから参考のところですがもうここね、一応、文章を省略しようかなと思ったんですが省略するとわけわからなくなると思ったからもう全部入れているだけの話です。労働契約保護がありまして5年を、ね、契約更新していて5年超えちゃいましたよと言ったら無期転換ができますよねというのがありますね。それの特例… とということで特措法が存在するわけですけれどもその特措法にかかっている方ですねあなたとは5年では更新されませんよというようなね上限10年までいけるわけですがそういった条件のついている人についてはそれを入れときなさいつまり絶対的明示事項ですよということですねそれだけの話ですここは、えー、ですから次のページの13ページ、えー、計画対象第2子の方は60歳以上の方ですね、えー、この方について絶対的明示事項になってますということです で賠償予定の禁止、ね、まあ、先ほど言ったような契約をしてはいけないんですよというところを押さえておいてくださいね。はい、じゃあもうここも省略をいたします、はい、で前借金総裁の禁止見てみましょうえ使用者は前借金、その他労働することを条件とする前貸しの債権と賃金を総裁してはならないということね要するにここでやってはいけないのは何なのかというところねこれを押さえてくださいね。総裁しててはならならいのであって 前借り金の貸し付けそのものをね禁じたわけじゃないんだと社員が困ってたらお金貸すのは全然構いませんということなんですね単にその方に支払う賃金とすでに貸している前借り金これを総裁することを禁止しているんですということですただ総裁しなかったとしても君にお金貸してんだから働いてもらわないと困るよねとこれは強制労働の禁止に引っかかってくるということですねはい で本条における総裁禁止は総裁のうちあくまでも使用者側で行う場合のみを禁止しているということをねここは注意をしておいていただきたいところです、はい、で強制貯金についても省略をいたしますで解雇ですね解雇についてはもうすべて見とおく必要がありますのでねだからまあ 社労士試験における労働基準法って7点分ということですけれども、えー、まず解雇でが出ないはずはないということと賃金と労働時間ですかねもうこの3点はもう必ずと言っていいほど何らかの形で出るわけですからねあの労働基準法というのは日頃の講義でもずっと申し上げてますけど最大級何をやろうとしてるかというと労働者に確実に賃金を受領させる法律なんだということですよね。でその、えー 今回高度プロフェッショナル制度なんかできて明らかになってきましたけれどもあの労働基準法においてですねじゃあその賃金というのはどう設定されているかっていうと今の労働基準法明治44年に作られた工場法とほとんど変わってないわけですねつまり工場労働者と同じように1時間当たりの時間単価がそれぞれ労働者に決まっていて。 決まっていてで働いいい働た分だけ賃金を支払おうということとこですねそれによってなんか発明したよとかいうことがあっても金一封は出るかもしれないけど労基法なんかは完全無視してるというような状況と最低限は確実に払ってくれるんだけど、えー、そ,それ以上のことをやっても給料が出るというシステムではないというような形なんですけどですから単価は決まってますよと労働契約によって決めますよと、まあ最,低えー、最低賃金法は何とか下支えをしてくれるあとは何時間働いたか。 数量部分ですねこれで賃金が決から、とい続いて労働時間の管理労働時間に関する規制がね重視されるというようなことですよね。そして突然ね、えー、解雇ということになっちゃうと困りますということで大体この3つはねまんべんなく出題されております。 はい、解雇に関しましては労働基準法上、ですね何をもってその解雇が有利なのか不利なのか、そんなことは全く決まっていませんよということです、解雇に関しては参考条文ということで、労働契約法の、ね、16条を挙げております、解雇は客観的に合理的な理由を書き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を乱用したものとして、無効とするということね。 客観的な合理性が必要とととされるということですね主観性はだめですよとその人からするとねこんなのだめだと思うかもしれないけどそうじゃなくてもう皆さんね第三者的な視点で見て誰がどう見てもそれは社会通念上、えー、相当ですねだったらいいんだけどそうじゃなきゃったら権利乱用ということは無効だということですでは冒頭申し上げましたようにこの重要通達ですね、えー、一個でも多く抑える もう皆さんねテキストにある部分についてもこすべて掲載していますので、えー、もう知っているやつばっかりだと思いますもう知識の定着入ってください一つ目一定の期間または一定の事業の完了に必要な期間までを契約期間とする労働契約は他に特段の事情がないかぎり労働契約期間の満了とともに終了し解雇の問題は生じませんということですね。ね ここれは当然のことですねあなたと1年間契約しますよ1年経ちましたよとこれが、えー、満了というだけのことですね解雇というのは使用者側が一方的にね労働契約を解除することを言うわけですねしたがってその間ですね業務上負傷し疾病にかかる療養のため休業する期間中のものの,労働,契約そのも、えー、労働契約もその期間満了とともに終了をするということですね、えー、例えば、えー、ある方がですね、えー 平成31年の4月1日に労働契約を結びましてえ翌年のえ令和2年の、えー、3月31日までの労働契約を結んでいたとしましょうでその方がね労働契約が、えー、終わる、えー、ちょっと前ぐらいね3月の例えば15日に、えー、大きな業務上の怪我をしてしまったよというようなことがありましたとでそのままずっと入院することになりましたということがあってもですね、えー、3月31日の満了をもって 契約は満了とということです。解雇の問題ありませんよとかいうことですよ、ねはい、あの3年間とかね、あんなの全然関係ない話ですからね。解雇そのものは禁止されますけどね。労働契約の満了をま…ま 3月31月日ををもって成立すするとということです、はい、次に、形式的には期間、えー、契約期間の定めがあってもこの契約を反復更新し相当長期間にわたって労働契約が継続しており実質的には期間の定めがない労働契約と認められる場合は契約期間の満了によって労働契約を終了させる場合であっても解雇と同様に取り扱われ、法20条の解雇の予告を必要とするということですね。 えですから例えば3か月契約という人がいてもうこれをずっと繰り返しているんだともう気が付いたら3年も超えてますよというような場合はですねこれ期間の定めがない契約がえ結ばれていると考えるわけですねですから次更新しないよとかいう日本側もう成立しないんですよねもう解雇という扱いですわねということですわね。えね。それから派遣労働者についてはどうなのかということですが派遣元と派遣労働者との間において締結されるのが労働契約ですよね労働契約。 労働者と派遣会社との間で結ばれているのは労働契約え、そして派遣会社と派遣先の依頼をしてきた会社ですねとの間において締結されるのが労働者派遣契約というものですこれ全く別々ですね会社と労働者の間が労働契約会社と会社が労働,労,、えー、労働者派遣契約ですねこれ別個のものですであるため 派遣先による労働者派遣契約の解除について、本法の解雇に関する規定が適用されることはもちろんありませんということですね。えですから、えー、派遣先の方が本来は年内いっぱい契約があったんだけれども、もう今月いっぱいで契約を打ち切りたいんだということは派遣元に申し、あの。 伝えましたよとで、えー、派遣元の方もですね契約書の中にもそういう一文がありましたともし早期契約あの解除することができるよというようなことになってたというんだったらはいわかりましたということなんですが、えー、だからといって労働者が職を失うわけじゃないんですよね翌日からら違う会社に派遣してもらえばいいだけの話ですそれができないんだったら派遣元が休業手当を払うということでね雇用を維持していけばよいということですからここに解雇の問題はないと。ただ 派遣会社の方が、えー、次に派遣すること,ところがないだとか、えー、休業手当を働あの支払う余地がないよというような場合についてはそこで初めて解雇の問題が出てくると派遣労働者に対する解雇に関する規定は派遣元の使用者が派遣労働者を解雇しようとする場合に適用されるということですね。はいえー、そのの他ですね、就業規則にに定定定めたた、年年制が、労働者の定年に達した 翌日をもってその労働契約が自動的に終了する旨を定めたことが明らかでありかつ従来この規定に基づいて定年に達した場合に当然労働関係が消滅する慣行となっていてそれを従業員に徹底される措置を取っている場合は解雇の問題は生じないと解雇制限の問題も生じませんと単に定年が成立をしただけのことだということです。 ところが次のページ定年制であっても会社の都合によりそのまま勤務延長しあるいは再雇用し引き続き使用する取扱いをしているともう一旦もう定年終わわっっちゃったわけなんですねこのような場合には定年によって労働契約が自動的に終了するものとは解されませんから解雇に関する規定がこの場合は適用されるということですね。